こんにちは、ハワイトーコナです。今日は今波乗り終わったところでございます。めっちゃいい波でした。めっちゃでもないけど結構、こうやってそこで止まって止まって、どうして、こっち見てなかったよね、お嬢さんね。見ないで突っ込んできたよね。はい、というわけで今日もいいお天気。あ、おじさんもいなくなった、よかったです。ここになんか泊まってたんですよ、今朝来るとき。よかった、ああハッピーです。暑いね、すんごい暑いわ今日はね。これから、ワイコロアまで行きます。この間さ、なんだっけ、あれあれ、ダメだもん、あれとかこれとかそれとか、あーとかうーとか、この間、マウナラニに2日連チャン行って、もうその動画で見飽きましたっていう方は多分毎日アリードライブ見飽きましたってなるよね。そうだよね、ということは飽きないよね適当、勝手な。というわけで今日は皆様ワイコロアまでご一緒いかがですか。はい、ちょっとね、フワラライさんをこんにちはして、あっちの方もうね、やっぱり夏っぽいよね。見ててくださいね、海側めっちゃ晴れてるでしょ、北側も。これね、ずっと行くと北側すっごいいい天気だと思うんです、ワイコロア側ね。だけどほら、フワラライ側ドヨーン、誰かが住んでるからでしょうか。はい、というわけで、あっちの方へ、左側晴れてる方に行きます。今日はね、キングスショップスとクイーンズマーケットプレイス行きます。ではでは、お楽しみに。お疲れ様でございます。ラスト給油スポットのところまで来ました。ここ左に曲がって中うねうね行ってもオーテックに行けるんだよね。これ右行くと、あの空港ロードずーっと登ってちょいちょいって行くと、まあ姉さん家。あー、すんごい、こんな、まあふわらライがねあるからどんよりどんより。お腹すいた、今日ね友達とお昼食べに行くの。A ベイ行こうかなと思って、だってもうコナになくなっちゃったじゃん。特別行きたいわけじゃないんだけど、フォスターズキッチンあるしね、マカロニグリルとかサンセイとか、あのロイズって実は私行ったことなくて、ちょっとワープしましょう、失礼、ロイズね、ロイズロイズロイズって私行ったことなくて、あのハワイ海が本店で結構なんか有名な店なんですね。なんかね、ウェブサイトで見たらハワイいろんなところに、まあオアフがほとんどですけど、ワイキキとか何氷のをはじめ、なんかハワイ諸島全部で10店舗ぐらいあるんですね。山口さんだっけ、すごいなね、行ってみたいと思って、あ、じゃあロイズに行こうとかって思ったら、何これ、失礼って思ったら、あのあれね、ディナーしかやってないのね、あるある。もう何なんでしょう、客単価が高いからですか、っていうかそれしかないよね、まったく。もうまあそんなわけでね、ちょっと選択肢がものすごく限られてて、
まあいいやと思って、英米にでも行って、なんかサンドイッチでもバーガーでも食べようかなと思います。特にね、食べ物には何も期待はしてないんだけど、普通にこう友達と会えるのがちょっと楽しくて行きます。多分20分ぐらいだよね、あそこから。まあこのまんまダラダラっと、まあ、雑談してようかなっていう。いや、このペースでね、なんか動画1日1本ってやってると、動画めちゃくちゃ溜まっちゃってて、1日複数本出すか、もう撮るのやめるかしかないんですけど、やめればっていう話だよね。そんなにバカみたいに動画回さなきゃいいのにっていう、そういう話ですよね。あ、失礼しました、そりゃそうだと。でもついついね、なんか、あ、今日いい天気じゃんとかね、今日これいい感じとか思って、ついついこう回し始めちゃうんですよ。ね、YouTuber の悲しいさがでしょうか。いつから YouTuber になったんだよっていう。YouTube のチャンネル持ってる人は全員 YouTuber でしょ、違うの。まあそんなわけで、まあね、多分この調子で動画1日1本上げてると、私は多分永遠にハワイ島にいる人っていう感じになるし、実は今日上げてる動画は去年の今頃撮影ですとかね、とんでもないことになっちゃいそうな気がするんですけど、まあ後のことは後で考えます。ね、少しずつ、まあちょっと適当に なんとかします。ね、まあそんなわけでね、前はね、何月何日とかっていう風にね、今日のハワイ島コーナーみたいにやってたんですけど、なんかね、この今のスタイルの方が、これ編集少なくてほとんど編集してないんで、もうただ回して、ただ繋いで、ただ音楽ぶち込んで世間にさらすっていうね。で、皆さんは皆さんで、こうね、今日のハワイ島の光景を、こう、ダラダラと流し見いただけるという、はい。趣味と実益と、ね、お互いウィンウィンの関係であったらいいなと願いつつ、しょうもないこと喋ってるよね、本当にね。そう、バイカーはね、一年中いますね。すごいどうでもいいんですけど、昨日もね、なんかちょっと思い立って、車遅いね、45キロ、ちょっと遅いですね、渋滞作ってますよ、あなた。そう、思い立ってね、エアビーを見てたんですよ。したらやっぱり高いね、本当に。うちの部屋に寝かせてあげますみたいな、うちの部屋に、違う、うちの家にある一部屋ベッドルームに寝かせてあげますみたいな、そういうのって昔なんか30ドルとかってあったのが、今本当に85ドルからとかね、はいっていう3倍ぐらいになってますね。本当に高い。何なんでしょうね、一体ね。一泊だってさ、70ドルで1万円でしょ。で、1万、まあ、100ドル近いんですよ、本当に。えみたいな部屋が1万5000円ですよ。ちょっとっていう。いやー、京王プラザ泊まれちゃうんじゃないですかっていうね。え、なんとかキャンペーンとか使ったら泊まれちゃいますよね。クアベイも行く、絶対行くとかって言いながら行ってないじゃんね、ごめんなさい、嘘つきました。いや、嘘じゃないです、絶対行きますよ、いつか。いつか行く、必ず行く。だからね、この双子お尻みたいな山が見えてきたら、もう少しすると、ほら、ここ左手ね、左折車線見えてくるんですよ。ここ入ってください、左折車線行って、で右手はこのウェストハワイレトランスセメトリー、墓地があるんですけど、ここ左左折車線があるんで分かりやすいです。で、ここ左行って、なんであそこにみんな車止めてるのかさっぱり分かんないですけど、あそこずーっと道なり、永久に道なりに行くとクアベイです。綺麗ですよ。でも墓
ぼっちするとこの左手のね、海沿いにこうもりもりって緑が見えてくるあたりが、もうこれずっとこの左手がもう空気をとか、あの世界一のお金持ちみたいな人たちがこの左手にお家持ってます。めちゃくちゃエクスクルーシブです、この左手ね。でその先にあのこの流れに、流れ、これ沿いにこの溶岩大地に見せかけて左手クキをで、もうぼちぼちこの辺ふわらない、フォーシーズンスでございます。あら雨が降ってきたわ。いやでも雨もこれまた糸おかしですね。いいじゃないですか、なんか雲が綺麗、色が綺麗、コントラストが綺麗。なんかね、ワイコラーの物件とか見に行っちゃおうかなとか思ったんですけど、やめました。なんか仕事でちょっと疲れちゃったんで、ちょっと反抗期ですいいじゃない、働かない日があっても。だって働いてますもん、地味にやることやってます。何言い訳してんの。あー、お天気雨だ。どっかで虹が出てるパターンかな。いやー絶妙にお腹がめっちゃ、うわーきつい、クレイジー。ああいう人いるんだよね。いました。私いいよ別に、45キロで走るよこの人の後ろ、だってもうすぐだもん。いや綺麗。ナウナケアさんがちょっと雲に隠れちゃってる感じね。小原の山脈もね隠れちゃってる感じね。
触ってると思うから、すごい島がよくしてくれてるのかなって勝手に思い込んでます。じゃなかったらね、なんかやだな、もう来んのやめようとか引っ越しちゃおうとかってなると思うんですよね。私もね、ほら日本に引っ越すとか、まあ引っ越したようなもんなんですけど、けどね、でもまあこうやって行き来できるのも仕事できるのも、もうこの島が大好きっていうのがあるから。やばい、めっちゃ綺麗。キホロベイのあたりスーパー綺麗、やばい色です。
そうそう、あのあそこになんだっけ、なんだっけが多いよね。ブレインフォグって言うんですよ英語で。あのこうなんていうの、ちょっとこう脳に霧がかかってるっていう、こうね、年齢とともにこうちょっと記憶力が曖昧になってくる、自信がなくなってくるやつそう、違う、ナホク、ナホク、ナホクジュエリーに、そう、なんでジュエリーって言うんだろう、そういえば、ジュエリー、ジュエリー、英語だとジュエルリーなんですよね、ジュエルリー、ジュエルリーの方が近いと思うんだけど、ジュエルリーがなんでジュエリーになったんだろう、いつも不思議。まあいいや。ていうかさ、左手のあれ、なんであんなとこに、トラックが止まってるの。あ、ここなんかでもちゃんとここ舗装されてるんですね。なんかやってるんですね。はい。こういうところにさ、多分住んでる人いるんだろうな。車で住んでる的な。でしょうか。ちょっとワープしましょう。あ、いや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 、青だからこのまま行きましょう。どっちやねん。はい、行きますよ。このさ、これこれ、この三角のこれ見るとワイコロアっていう感じがするんですよね。皆さんもでしょ。とか言って同意をこう無理やり、あとこの道とね、多分ここを走るとなんかあの空港と同じで、空港のあのヤシの木とここ、私なんか結構似た世界なんですけど、皆さんもでしょなんて。はい、既視感にたっぷり浸ってください。ちょうどいい感じかな。はい、アメリカ人らしく、クイーンズショップスに、あとで、じゃあクイーンズマーケットプレイスに後で行きたいんだけど、クイーンズマーケットプレイスに止めて歩くなんてことしないで、キングスにご飯食べに行くので、キングスに止めてご飯食べて、で車で後でクイーンズに移動しますアメリカナイズドされすぎだろうってよく言われますけどね。いや、ほんと歩かないわ。波乗りしてますけどね、こっち来て。日本ではね、もうあのすごい家でタクトレガシガシやってます。で、太郎さんもね、あれどこ、あそこか。太郎さんも私のあのヨガマット大好きで、
私がヨガマット出すと太郎さんがそこにゴロンってしちゃうっていうね、使えないじゃんっていう感じになるんだけど、え、ファーマーズマーケットトゥデイってなってるよ。そうなの？へえ。見に行きますか。よし、というわけで、ではでは続きまーす。